どうも、ケンです山田です。雪での収録とも終わっていてよかったんだよね。まあでも寒い日にはゲームセンとか、はい、いや誰も思ってないよ。あのアップデートで CP の調整があったじゃないですか。あの強くなったポケモンたちっていうのがいっぱいいるんですけど、その中でもちょっと、まあ、紹介したいポケモンが2匹いるなと注目されてるのが、まず1体がサイドで、もう1体がフーディ、まあ、他にもいろいろいるんですけど、その中でもちょっと2匹ピックアップ、両方とも最適な個体値じゃないんですけど、まずフーディン、はい、まずこいつからいこうかな。はい、このフーディンなんですけど、とりあえず CP は上げ切ってあります。個体値そんなめっちゃいいわけじゃないんですけど、まあ、攻撃の捨てが普通に高いですね。フーディン自体があの今回のバランス調整で攻撃力があの今実装されてるポケモンの中で一番高くなりました。カイリュウとかカビゴンとかマジ目じゃないです。全然目じゃないです。今アタッカーとして一番強いと言われてます。技1のサイコカッターがあのめちゃくちゃあの速いんですよ。相手のヒットポイント削れるっていう意味で強いんですけど、ただしフーディンってすごいヒットポイント低いんですよ。耐久力がまあないとっていう感じなんで、なんかヒットアンダーウェイみたいな、そういう感じのポケモンになってます。カイリュウは耐久力があるじゃないですか。だからあのカイリュウの場合は同じくらいの速度で、若干低い火力で相手を削って、かつ避けなくていいみたいな、そういうメリットがあるんですけど、まあじゃあどれくらいフーディンって火力あんねん、でさらにあどれだけ打たれ弱いねん、でこの2点ですねを見ていただきたいなと。はい、じゃあ実際にフーディン使っていきましょう。ここカイリュウ出してるジムなんで、あ、シャワー使いますね。はい、ちょっと手がかかんでるけど頑張ります。よし、相手の攻撃を、はい、避けます。火力はありますね。はい、避けて、はい、基本的にはこういう風にヒットアンドアウェイして、あ、やばい、タイミング悪い。よいしょよいしょ、アクアテール来るんでちょっとこれは避けておきましょう。はい、このフーディン自体が、まあ、の威力はあの火力はあるからヒットポイントは削れてるんですけども、まあ分かる通り、見て分かる通り、よいしょ、相手の攻撃が当たっちゃうと速度制限、はい、相手の攻撃が当たっちゃうとゴリッと削れてますね。よいしょよいしょ、アクアテールは避けられなかった。はい、今のアクアテールの食らい方でちょっと分かるかもな。あのアクアテールって別に抜群でも何でもないじゃないですか、フーディンからすると。なんですけど、あれだけ削れちゃうっていうのが、まあ、フーディン的なデメリットですよね。はい、やられちゃいました。あ、とりあえず勝ちましたか。相手が今シャワーズ CP2400 だったんですよ。の、シャワーズの、攻撃が食らっても、まあ、当倍なんじゃないですか。当倍の水属性の攻撃を受けたところ、受けてもあのあんだけ削れてしまうと。だから避けるの必須なんですよね。ただうまくやればですよね。相手の攻撃を基本的に避け続けて、あのサイコカッターを当てるっていうのをやる、本当にヒットアンドアウェイさえやっていれば、まあ、ある程度はなんとかなるのかなと。じゃあ、相手が、まあ、ナッシーなんですけど、とりあえずカイリュウとフーディンで、それぞれ、まあ技1でどれくらいダメージが出るのかっていうのをちょっと見ていきましょう。はい、まあ、個体値の差があるので、あの誤差は正直あるんですけれども、まあ、見ていってください。まずはカイリュウは、はい、カイリュウの、まあ、これがいわゆる、イブキですね。イブキの威力が、まあ、こんなもんですね。はい、9210秒で約3分の1ぐらいは削れました。でここを一旦フーディンに切り替えて同じように連射していきましょう。おお、すげえ耐久力ねえな、やっぱりな。はい、あー、フーディンすぐやられちゃいましたね。これなんだよな。ただ今連射してるので見て分かったと思うんですけど、技の出てきには全然速度同じです。で、カイリュウの場合は避ける必要がないから連射ずん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 出せる。でフーディンも同じぐらいの速度で削ることはできますが、まあ、今みたいに相手の技にとかですねを食らうと、まあ、ザクッとやられてしまうと。フーディン、まあ、火力があるから使ってて面白いキャラではあります。しかし抜群が取れない状況のポケモンが多い、要はドラゴンタイプとか、あとは普通にノーマルカビゴンとかカイリュウとか、ああいうやつらがジムに置かれてる今の状況的にはちょっと活躍は厳しいんじゃないかなとか思っております。ただしプレイヤースキルがあれば別ですね。相手の技を確実に避けることができれば、避ける自信がある方ですねは、フーディン使ってみるのもまあまあまあありだとは思います。将来的に格闘とか毒かあたりのポケモン、格闘タイプとか毒タイプのポケモンがジムに置かれるようになってきたならば状況が変わってきますね。まあ、エスパーで抜群取れるようになってくるんで、まあ、個人的な感想ですね。カイリュウとかカビゴンでなんかゴリ押すのがちょっとつまんないなって思ってきた人は使ってみるのありだと思います。あと
避けることが必須なんで、逆に言うと相手の技を避けるのが今あんま上手くないなっていう方が、まあ、封印で相手を倒す、ジムを落とすっていう練習をすると、他のポケモンでも、まあ、避けるタイミングが分かりやすくなるので、強いけど耐久力はお察しという感じでございますね。ソーラービームであんな削れるとは思いませんよね、普通ね。ございます。お、お母さん10キロ卵やん。今10キロ卵俺3つ入れてんだ実は。割っていい？え？割っていい？はい、じゃあこちらはおまけ映像ということで、はい、あ、おまけ映像ということで、はい、じゃあ10キロ卵3連がまさかのね風鈴解説にくっつくという、はいはい、感じになりましたが、じゃあ割っていきましょう。いきます。はい、ドン、よいしょ。はい、てん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 、エレブ、はい、はい、カット。あー、いや、ちょっと待って、あと2体いるから。エレブさっきの意外と強くなったからね、しかもこの前 CP 上がってるから、はい、2体目いくよ。はい、行きましょう、トーン。はい、てん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 、ブーバー。ちょっと待って、同じようなやつができちゃったじゃん、もう。ウーバー、火炎放射とかいらないな。はい、オッケー。はい、ラス1。これでラプラスとか出たら笑っちゃうんだよな。でも今ね、違うの、今ラプラス以外の方が欲しい、むしろカイロスとか欲しいかも俺。あ、個体値良くなってるから、まさかの、そう、カイロスが欲しい時代が、ね、まさかの来たというね。使いたいんで行きましょう、行ってみよう。はい、てん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 、お、プテラか。あ、プテラか。まあね、強くなったんですよ、しかもプテラ、こいつも個体値、あ、原子の力か。あー、そっちね。ちょっと残念かもしれないな。じゃあ個体値見ましょう。はい、はい、プテラの個体値見えます。はい、まずトップレベル。はい、で、何が高い。あ、防御だけか。はい、まあ、いいんじゃない。いいんじゃないって感じですね。お疲れ様です。次の解説に入りますか。次はサイドン編ですね、はい、別の方の動画を見てください皆さん。はい、はい、いえ